皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。会ってよかった、いつもの場所に。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。2月3日、地上波では全く伝えられない、中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で、水位は 155.32m です。おとついと比べると、4センチの上昇。ようやく、下げ止まりといったところでしょうか。ダムの貯水側で見ると、水位は、この辺りではないかと思われます。昨日の夜9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は、毎秒6400立方メートルで、三峡ダムも、毎秒6400立方メートルです。このため、ダムの直近と、南側の川からの流入の合計は、推測不能です。一時期のように、上流の流量の爆上げは、落ち着いたようです。一方、今朝8時の放流量は、毎秒5930立方メートル。単純計算になりますが、20% 程度の発電状況と思われます。6基前後のタービンが稼働していると推測されます。西庵チャンネルです。三峡ダムの貯水位のグラフを確認していきます。連日お伝えしている通り、春節の期間に大きく水位を下げましたが、その下げは止まった模様。去年の今日はというと、170.47 ですから、現在の水位との差は相変わらず。これから春に向け、ダムの水位について推測してみます。旧正月が終了し、経済活動が再開。直近の上流データを見ると、流入量がかなり増えており、最上流の4連ダムで、発電放流を増やしたのではないかと思われます。今日のデータを見る限り、今後、一定水準を維持する方針のような気はします。西庵チャンネル。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。三峡ダム、春節連休中に安全通行を確保、中国湖北省。新華社通信が伝えています。記事によると、中国の長江三峡通行管理局が、このほど発表したデータによると、湖北省宜昌市にある三峡ダムで、1月21から27日の春節連休期間中、港門の運用回数は前年同期比で、14% 増の212回だったと伝えています。通過した船舶は 13.6% 増の延べ742隻、貨物通過量は 14.2% 増の304万7100トン。重要な通行ルートが重要な役割を確実に果たすよう、安全でスムーズ、安定した通行を守っているとのこと。以上、三峡ダム、春節連休中に安全通行を確保、についてお伝えしました。西庵チャンネルです。今のニュースについて少し、久しぶりに三峡ダムに関するニュースが出てきました。去年に比べて、船舶の往来が増えたということですね。三峡ダムの堤体の北側には、大型の船が行き来することができる、港門という設備があります。ダムの建設に合わせて作られたもので、高低差は115メートル。5段式のプールとなっていて、上下2本あります。ここを多くの貨物船や観光船が通過するわけです。数字をいくつか出すことにより、例の感染症政策の転換以降、経済が回り出しましたよとアピールしたい意図が見え隠れします。よくよく考えれば、去年まで経済が停滞して、船の通行がだだ下がりしていたわけですから、その反動で数字が増えるのは当たり前。ここ1ヶ月ほど、あちら関係のニュースを見ていると、官製メディアはこのニュースだけでなく、観光客が増えた、旧正月で人の移動が増えた、消費が増えたとプラス方向の内容を次々と伝えています。なぜ、ここまでして、復活ぶりをアピールするのか。それは、あの政策で経済が低迷していたことを、なかったことにするためのプロパガンダじゃないかと、勝手に推測しています。ご存知の通り、GDP、貿易統計などの実績では、ここのところ悪い数字が並んでいます。さすがに中国人も、まずいんじゃないかと思っているかもしれません。そこを払拭するために、順調に回復していると国内外に宣伝しているんじゃないですかね。おそらくですが、しばらく、このプロパガンダが続くでしょう。それをせっせと、日本のメディアが報じているわけですから情けないですね。皆さんが、テレビやネットのニュースに触れるとき、これらの話題が出てきたら、ご注意ください。いつもご視聴いただき、また、たくさんのコメント、ありがとうございます。動画の内容が良かったと思われましたら、グッドボタンを。
今一つやなぁという場合はバッドボタンをお願いします。 YouTube の AI ロジック的にはグッドでもバッドでもアクションがあるのがチャンネルパワーを上げる要因の一つになるようです。毎回お手数ですがどちらでも結構ですので一手間アクションいただければ幸いです。さて、経済活動が再開したあちらさんですが、例のビザの件で動きがあったようです。日本の PCR 検査強化に対する報復として、ビザ発給を突然停止した中国。しばらく続くのかと思いきや、突然、日本人のビザ発給を再開、と報道がありました。日本側は何も変えていないのに、勝手にあちらさんが、業務を再開。さすがにまずいと思ったのでしょうか。振り上げた拳を、こっそりポッケにしまったようです。しかし、お隣さんの韓国はというと、そのまま継続という、香ばしいニュースも同時に流れてきています。日本は解除されたのに、うちは解除されないとギャーギャー言っているようですが、さらに、韓国人に対し、PCR 検査まで実施すると無慈悲な通告まで。この件、長引きそうですね。ま、どうでもいい話ですが。こちらはダム周辺の月別、年間降水量になります。早いもので、2月となりました。これから徐々に雨の量が増えていく時期となりますね。ウィンディーで向こう1週間の予想を見てみます。先月は雨はあまり降っていませんでしたが、2月に入り雨雲が広がる模様。特に中国南部の広範囲で雨が降るかもしれないですね。ただ、三峡地区ではそれほど強い雨でもなさそうなので、ダムへの流入量は大きく影響を受けるほどではないと思われます。続いて日本です。朝7時までの雨雲レーダーの実績です。日本海側、特に北陸から北海道にかけて、筋状の雲がかかり続けています。北海道の陸別町の気温が朝7時の時点でマイナス24度となっているようで、今日も寒い一日となりそうです。衛星画像を見ると、日本海側はいかにも冬という感じですね。